どうもこんばんは、しらせゴロです。今日はね、しらせ隊連れてね、イザナミ攻略をちょっとしていきたいと思います。まずこのメンバーね、今回リーダーをやってもらうこのタムちゃん、ちょっと頼むよ、今日は。タムちゃんごめんね、タムちゃん今ね、はい、今ね、ポップコーンがね、おかしな状態だったから、もうどうぞ、どうぞ。あー、伝説の貴公子タムちゃんです。はい、偉大なるね、伝説の貴公子ね。どこら辺が偉大かちょっと教えてもらっていいかな。すごく偉大ですね。嘘、何センチぐらい？軽く128センチぐらいですか。28センチなんだ。1メートル。メーター超えのね、あの化け物のね、タムちゃんね、今日よろしくね。怪物くんよろしくね。うん、はい、じゃあね、石一ね、石一今日よろしくね、ポッくん。はい、シラス隊のイケメン担当、石一です。よろしくね、ババーンってね、元パリピのね、もうイケメンキャラね。そうですね。ちょ、パリ。大体入れば見れますよ、顔。嘘。あれ、大丈夫。この動画でね、パンって出るから、ワイプで。サムネはもう、意識の顔ですよ。ちゃんとにね、さっき大将からもらったから。はい、OK。じゃあ次ね、伝説のちょっと大将数、ちょっと頼むよ、今日。あいよじゃない、隊長さん。隊長さん、ちゃんと自己紹介できるよな、隊長さん。できますよ。じゃあ、ちょっと頼むよ。はい。こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、タムちゃん、いいよ、スタート。はい、タムちゃん、スタート。はい、レッツゴー。ひどい。ちょっとね、頼むね、今日ね、みんなね、頑張ろうね。初見プレイ。初見プレイ。死んだなんてなかった。なんか、あ、これ俺一度りいいんじゃないの？これまさか。2番手が一番いいね、ウンディのね。縦勘でいいっすよ。縦勘で。ビューティフル？ビューティフル。ビューティフル。いや、オッケー。ちょっとね、拾いきれないね、やつが一人いるよね。もう、タイトスの言ってることがわからないよ。だよ。もう一体何を言ってるんだ、タイトスは。タイトス、今年何歳になったの？今年で14。今年14歳？すごいじゃん。すごい離れてんじゃん。若いね。若いよ。若いわ、みんな。いいとこにいるな。いいね。あ、でも倒しきれなかった。まあ、いっか。次、タイトスが倒してくれるはず。うん。え？タイトスならいけるよね。タイトス頼むよ。まあ、タイトスならいけるな。アムリアは、大丈夫。あ、そうやわ。はい、どうぞ。どうすりゃいいんだろう、これ。普通に、同じとこにいていい？同じとこいていいよ。俺は絶対にここにいた方がいいんだよね。そう。もう。そこ固定で。これだったら、ごめん。どんまい。タイチョス大丈夫かこれ。タイチョス大丈夫。オッケー。ナイスショット。グッジョブ。俺は誰だろう。はい。違う、タイチョスだ。タイチョスさんね。タイチョスだ。何をする？タイチョスのことで前に待ってますから。大丈夫。タイチョスのやつもちゃんとに持ってるから。頭はげてるもんね。はげてねえよ。ツルツル
あれ左にゾンビ出てきたよね。そうだね。ここら辺かな。あ、完璧。あ、ポックンもハマってないよ。ここのドラゴンに。あ、俺の方に入る、入るかな。何言ってるんだよ。初見プレイだっつの。そう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 。じゃあ隊長頼むよ。隊長頼むぜ。ナイスショット。次ゾンビどこに出てくるんだっけ。わかる、わかる人いないか。あー、これすごいよ、これナース マッチショハース。下に行っちゃう、どうする。下に行ってもらえればありがたい。あ、まだ。あ、左通ってればよかったね。これ石ってハマってるね。これまたハマったね。またじゃないよ、初めて。あ、このね、この徹底感のなさがいいね。なんかね、サワ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 してたね、今。任せろ。あ、行っちゃったね。綺麗に行っちゃったね、みんなね。で、次ね、ルナには鹿とかよ、左手のドラゴンと、うん、このよくわからない炎をまとったやつの間に入りたいんだよ。いいね。じゃあ知らせさんはこの右下のドラゴンの下あたりに行ってほしい。右下のドラゴンか。何でも。ここ入れっかな。うまい。うまい。うまいね。かすれるかなこれ。そう。お。移動した。いいね。で、俺これどうしようかな。横感でさ。難しいね、やっぱゾンビがいるとね、ループになっちゃうから。だね。ちょっとずつ削りながらね、左のやっぱ削っとかないとやばいね。あー、なるほどね。あー、いいね、これ今うまいんじゃん。左上に行くんだっけ、確かね、誰かが。そう、けどもういいや。大丈夫。はい、大丈夫。多分大丈夫。うまいことね。残る。ああ。微妙にずれた。どうする？まだ移動したい？横からの方がいい？ハートもあるしね、別に。俺か、だね。どうするの、倒す。縦管理が、うん、縦管理、縦にずれてヌラリをずらしてほしい。左に、左にね。もう倒しちゃってもいいよ。あ、やばい、ちょっと。あ、ハース。一瞬ちハース。まあ大丈夫、大丈夫、任せとけって。こっからだね。どうした？何、ルーティン組んでんの今。完全に。あ、これだ。
便蔵行かなくて大丈夫。はい、おいいねいいね。ワープ出てくっちゃったね。オケナイス。ナイスシア。場所はいいね。次任せろ。どうしようっけ。もうこれ決められるね、だいぶね。まあ無理だ。ナイス。任せろ。これ多分ゲージは飛んだぞ。予想では見る。7分36秒。あ、これはどこや。さすがじゃあ岸田隊長は下に潜ってもらえればいいですよ。下に潜れば大丈夫。大丈夫だよ。お前お前お前さっきお前にやっぱりなに大丈夫、これ太鼓持ちすぎじゃないでしょ。大丈夫これ。これお金マジじゃないか。やけなくないこれ。逆だよ。巻きかれるしょか。巻き巻きかさかれるライブタイチョスいける？タイチョスちょっとかっこいいとこ見せてよ。あ、タイチョス。タイチョスこれちょっと。タイチョス。マジで俺ってマジで狙う方かもしれない。あの方か。俺マジかと思ってんだ。タイチョマッチ、タイチョマッチ、タイチョマッチいけるしちゃそれ。嘘。タイチョいけるねこれ。大丈夫これ大丈夫か。ハート取るか。これもハート取っていいよ。ハート取っていいよ。ハート取っていいね。行こう。取って粘るか。出てきた。いやー結構なあれだな。シビアな戦いになってきたね。倒せないよこれ。ラストゲージ？うん、ラストゲージ。あ、で、隊長の SS が、うん、イザナミの北に打ってください。オッケー。これはちょっと、パールオブアイシクル、触れた相手に、なんだ、水レーザーで追い打ち。オッケー。あ、これ決めれっかな、シールドはあるね。シールドって。シールド。まあ、最悪の場合、シールド当たっても大丈夫だよ。薄く入ってこっかな。さあどうでしょう。あ、シールド。シールド出たね、ごめんね。まあ大丈夫大丈夫、多分大丈夫。これも横だってみたいな。 SS の方か。 SS でちょっとしたんで貫通タイプになるね。いいね。踊ってるね、だいぶだいぶパリピってるね。さすがパリピ。あんまりパリピ。これもうちょっと下だったらマッチいったんだけど。タイチョスいけるか。いけと思うよ。ああ、タイチョス決めきれ、タイチョス決めきれなかったから。タイチョスあれ、アニチョスの何を見てたのこれ、さっき。アニチョスの彼女の何を見たのさっき。タイチョス見せたんだ。タイチョス。タイチョスあのアニチョスの彼女の何見たの？そうっすね。おーい、タイチョス。俺だけよ。これ本当ギリギリじゃん。あ、惜しかったね。いや、サムちゃん隊長のせ、隊
長の接待をあ、俺の接待してくれたのこれ。舌が死にましたね、すいません。あ、いいよいいよ。そっか、もう何知らせ隊のお家芸やろうと思ったんだ。さすがこのね、知らせ隊のね、やっぱりメンツはこのお家芸でね、もう接待、隊長接待っていうところがね、もう染みついちゃってるからね、この究極の場面で貪欲に狙っていくっていうね。じゃあね、勝てたね今ね。まあでもこんな感じでね、もういつもやってますっていう感じで、最後にね、タイチョス、あのアニチョスのカノチョスの何を見たの最後。何チラを見たの、何チラを見たのそれは。白い感じです。あ、そうなんだ、OK。 じゃあね、こんな感じでね、中1の中学1年生とね、中学2年生だっけ、タムちゃん。そう、中2。中2と、20? 私は28ですね。28のね、元パリピのね、メンツと、元パリピとね、この、元ね、なんだろう、もう元何か分かんないようなね、このね、おっさんがね、もういつもね、頑張ってますからね。これからもね、じゃあ皆さんね、よろしくお願いしますね。シャッシャッシャ。どうもありがとうございました。またね。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。